辺野古移設反対派不当逮捕と警察署に殺到警察官襲撃で1日に沖縄県警が辺野古移設反対派が警察官の腕を殴ったとして男を公務執行妨害の容疑で逮捕したことが明らかになりました容疑者は叩いたが仕事を妨害するために叩いたものではないなどと供述してしまっており辺野古移設反対派およそ60人が警察署に殺到し 容疑者を解放するよう騒いでいることも確認されてしまっております。こちら、辺野古伊勢三大派は違法行為を行っている犯罪集団であり、逮捕者が属してしまっておりますが、警察には日本の法令を厳格に運用し、沖縄からこのような犯罪集団の脅威を取り除いていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、 ありがとうございました。